サム・ワーシントンはオーストラリアの俳優。サム・ワーシントンと表記するのはアルファベットの綴りからすると正確ではない。また、スの発音は優勢音なのでカタカナ表記の場合、ワーシントンが原音に近い。イギリス・イングランド・サリン州ゴダルミングで生まれ、幼少時に西オーストラリア州パースに移住、ロッキンガムで育つ。フリーマントルの高校卒業後、 レンが積み職人をしていたが、19歳の時に、シドニーのオーストラリア国立演劇学院で学ぶ、トロント映画祭2000年にデビュー。2004年公開のオーストラリア映画、サマーソルトで、オーストラリア映画協会賞主演男優賞を受賞。2002年公開の、ジャスティス以降、ハリウッドでも活躍するようになる。ピアース・ブロスナンの公認となるジェームズ・ボンド役の、 最終候補の一人に、ダニエル・クレイグやヘンリー・カビルと共に挙げられていた。2009年公開のマック・ジー監督作品の、ターミネーター4で準主役を演じ注目を集め、同年公開のジェームズ・キャメロン監督作品の、アバター主人公、ジェイク・サリーを演じた。2012年11月3日、アメリカ合衆国上ジ,ジア州アトランタで、レストランの警備員ともみ合いになり、 空気を乱した容疑で逮捕された。泥酔状態だった。2014年2月、暴行で逮捕された。その後、接近禁止令が出された。2014年12月、オーストラリア人モデルのララビングルと結婚。2015年に第一子、2016年に第二子、2020年に大密子が生まれている。ありがとうございます。